さあやってまいりました後半戦ですね。翔平 TV がですね1日復活ということで投げております。そして続きですね。まず両兵から対決です。はい、こちらツーシームですね。ツーシームこちらちょっと抜けたというか、まあちょっと、まあ、ぶつかっても嫌ぐらいで投げました。はい、両兵くん振らずに避けましたね。そしてお次のボールは、はい、こちらスライダーが抜けましたね。ほんと久しぶりに投げたんで感覚がね、やっぱりこう途中でたまにですけどちょっとおかしい時ありますね。はい、でも一応ストライクということで、ワンストライク、ワンボール。こちらちょっとね、高めに打ちゃいましたけどストレートですね。キュッと、あまり腕を踏んなくてもね、手首のこのスナップでキュッと投げれば、はい、このスイングじゃ無理ですね。はい、これ足が伸びきってるんですよね。はい、これで、はい、注目です。ツーストライク追い込んで、はい、こちら見ましたか、こちら前回の動画でありましたけども、オニシームですね。はい、これは変化球の、スライダーのサインを、首振りまして、ツーシームをインコースへと、はい、見事決まりまして三振ということになりました。そしてキャッチャー両平に代わりまして、お次のバッター桑原君、今キャッチャーをやってくれてた子ですね。さあ初球、はい、来ました、はい、来ました来ました来ました。はい、内野からカーブですね。女子野球選手磯崎ゆかりさんの持ってるカーブを使いました。そしてお次のボール、はい、こちらスライダーですね。ちょっとこう引っかかりすぎちゃいまして、まあ、ボールからボールだったんですけど、多分バッターの桑原君はストレート狙いで来るだろうなと思って振ったんでしょう、きっと。はい、さあお次はどういう結果ですかね。もうこれで大体でも7、8人投げてるんで、ちょっともう腕きついなぐらいだったんですけど、はい、こちらストレートですね。一球様子見ですね。まあ、これもビタビタ狙いじゃなくて、ちょっとこうビタビタよりボールになるように、リリースをしています。はい、次のボールはなんだ、はい、こちらツーシームですね。両兵から三振取ったボールですね。はい、うまく膝元に投げれています。はい、しかし桑原君すごい当てましたんでファールと、良平君は空振りしました。そしてこの次のボール、どっちよ、何でしょうか、これは俺が分かんない、鬼なんとか、あ、これはまさか、はい、こちら来ました、はい、はい、来ました、これは鬼スライダーで三振となりました。起きて狙い球もやっぱねまっすぐかと思ったんですけど、一応ねスライダー投げました。まあ、本当リリースポイントを前にするとこういう風にうまーく投げれるんで、それだけ意識してほしいなと思います。そしてお次は松井くん、はい、こちら鬼シームでちょっとね高めに行きましたけど、これはボールかな、からヒューッと、まあ、曲がってますね、ギリボールぐらいですかね。そしてお次は、はい、こちらスライダー、はい、これね低めだったんですけどね、これはまっすぐ狙いなんですかね、松井君のちょっと思考が分かんないですけど、はい、こちら振りましたね。まあ、低めが好きな感じがします、彼。はい、こちら、おい、低めですね。はい、こちらセカンドゴロですかね、確か。はい、セカンドゴロでアウト。しかしさっきスライダー三振したけど、あの辺振ってましたね。そして悔しいのでもう一回ということで、もう一回対決しました。はい、こちら鬼シームでうまーく打たれて、これはレフトフライとなります。さあ、どうしても三振を取りたいのでもう一度勝負です。さあ、お次、これはね
はい、やってしまいました。真ん中にストレートにしました。打たれましたね。本当これはね、良平のサインです。まあこれは打たれたらね、あのキャッチャーのせいなんでね、ピッチャーは悪くないです。そしてバッターはひろとくんです。さあ初球、はい、ツーシーム、これがサードゴロになります。アウト。そしてもう一度桑原くん、はい、こちらスライダーでまずはストライクを取ります。まあこういう風にね、スライダーでもストライク取れますし、三振も取れます。決め球にもなります。はい、こういうピッチャーを目指していきたいですね。はい、こちらストレート高めに軽く投げてね、センターフライですかね。アウト。そして北野くんです。はい、こちらツーシームでピッチャーゴロ、はい、ピッチャーゴロ、みんな初球出てます。初球でさあつくるくんです。テニス部、135キロ打てんのか。はい、こちら鬼シームチョコン当てでショートゴロ、はい、残念。さあ来ました、クリッチです。高校生クリッチ。はい、こちら鬼スライダー当てました。インスラ当てましたね。ちなみにね、みんなね、あの使ってるバットは翔平 TV のバットです。イガキング02ですよ。打者有利ですよ。はい、こちらインコースストレート、はい、こちらストライク。ブリッジ逃げちゃダメだよ。さあそれでラスト、ラストインコースに構える。はい、こちらツーシームですね。鬼シームか。はい、そして良平ラストですね。良平、これが衝撃です。まさかの出来事っす。はい、こちらまさかの良平片手でヒットを打つというね。ちょっともうこれで俺もあのピッチャーやめます。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れた